1951年の南海ホークスでは、1951年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、鶴岡和人選手権人監督の6年目のシーズンであり、1948年以来3年ぶり3度目のリーグ優勝に輝いたシーズンである。鶴岡監督6年目のチームは前年入団の影山和夫が1番に入り、2番には、 木塚忠介が入るなど機動力を中心とした野球でシーズンが開幕。チームは開幕から好調で6月まで毎日や西鉄が追いかけるものの、それ以降はゲーム差を広げていき、最終的に2位の西鉄に18ゲーム以上つける独走だった。投手陣は江藤忠が24勝、柚月進が19勝。 中谷忍が14勝を挙げるなど4人が2桁勝利を記録し、チーム勝ち星79勝の大部分を先発陣が稼ぎ、打撃陣もリーグ1位の276を叩き出したほか、盗塁数も191個でリーグ1位となった。日本シリーズは因縁の巨人との対決となったが、地元大阪球場で完封負けすると第3戦を落とし、大手をかけられるが、 第四戦を勝利。しかし、日本一に燃える巨人の勢いに押され、一勝4敗で、敗れ球団初の日本一はならなかった。ありがとうございます。